だが人生とは残酷だ。アリンさん、僕を信じてついてきてほしい。シャルマン様、私とフェアライズしましょう。私は歌います、皆さんを救うために。これが歌の力。ごめんなさい。アリンが俺の前から消えるってことか。アッキ・ファングメ、この僕が必ず殺してやる。さよならだ。ファング！ファングさん！あらら、女神と邪神が争い始めちゃったか。また同じ道になっちゃうけど、まあいいか。面白くなれば許してくれるっしょ。ほーんと、きっかけって何だっていいよな。明日の天気でも、味噌汁の具でも、波紋は石ころ一つあれば起きるんだし。ん？フューリーか。決めた。次はこれにしよう。破滅はあくまでさりげなく。さあ、誰も見たことのない混沌へ。どっかの誰かが退屈しない遊びを思いついてくれますように。もう食べられん。はっ、あ、夢か。あ、寝たな。いや、死ぬほど寝られた。というか、死んでたんじゃねってくらい寝てたな。まるで10年ぶりくらいに目覚めた感じで、気分も最高だぜ。ここが牢屋じゃなけりゃもっと最高なんだけどな。ふざけんな！なんで俺がこんなところにいるんだよ！出せ！出せよ、こんちくしょう！くそ！やめたやめた。余計な体力を使っても腹が減るだけだ。あ？なんか前にもこんなことあったな。あ、そうだ。アリンと最初に出会った頃も牢屋にいたんだよな。無銭飲食の疑いをかけられて、ゼルウィンズの牢屋に入れられてよ。あの時は妙に牢屋が居心地よくて、3日くらい寝て過ごしてたら、アリンが迎えに来てくれたんだっけか。いやー、懐かしい。アリンっていうのは妖精で、簡単に言うと俺の相棒みたいなもんだ。ゼルウィンズにあった妖精武器フューリーを俺がその場のノリ感覚で抜いたことで、そこからは一心同体の関係っていうか。いや違うな、そんな真っ当な関係じゃねえ。俺様がアリンの主人で、あいつは従順なしもべ。まっ、だから完全に主従関係ってやつだな。ま、とにかく俺はアリンと出会ったことで、フューリーの使い手フェンサーになった。で、今は女神を復活させるために、世界中のフューリーを探し回ってるってわけだ。あ？なんでそんなことしてるかって？アリン、そうしろってうるさいんだよ。アリンのやつは記憶を失ってるんだが、
なぜか女神を復活させるっていう使命だけは覚えてるな。ま、正直フューリー探しは面倒だが、女神を復活させると何でも願いを叶えてくれるらしいんだな。そんなご褒美があるならってことで、仲間と世界を回ってる最中だ。で、世界を回ってるはずの俺がなぜこんな汚い牢屋にぶち込まれたのか、その理由が知りたいんだな。いいだろう。そもそも俺がこの町に来た理由は、とある金にがみつい情報屋からこの町にフューリーがあるって聞いたからだ。んで、ゼルウィンズからエンドはるばるここスイルバーチまでやってきたはいいが、到着と同時に最大の不幸が俺を襲ったんだ。財布を落とした。思い出しただけでも腹が立つ。あんの腐れ財布。もちろん速攻の裏側からゴミ箱の中まで徹底的に探しまくったぜ。だが財布を見つけることはできなかった。そして俺は思ったんだ。ああ、やる気なくした。フューリーとかもうどうでもいい。俺の財布が行方不明の世界なんて滅びてしまえばいい。しかし、闇の中にこそ光あり、絶望の淵にこそ希望あり。財布をなくし貧血で苦しみ、腹が減ってもう一歩も動けない、そんな絶体絶命の状況の時だった。俺の目に飛び込んできたんだよ、光り輝く黄金の上りがな。スイルバーチ名物すり鉢ラーメン、超特盛りを食べきれたらお代は無料。泣いたね。ああ、俺はワンワン泣いたね。俺は一瞬も迷わずにラーメン屋に飛び込んだ。そして産声を上げるかのように力いっぱい叫んだ。すり鉢ラーメン超特盛り一丁。だが人生とは残酷だ。ラーメン屋に飛び込んだあの決断がまさかさらなる悲劇を生むことになるなんて。続きが気になるか。だが残念ながら続きは次回だ。次回、ファング懺悔。逃げる、体力の続く限り地平線の彼方へ。ご期待ください。なーに、ゴキブリ相手にもったいぶった言い方をしてるのよ。結局お腹いっぱいになっちゃって時間切れで食べきれずに終了。払うお金もないから牢屋へ一直線ってだけじゃない。はあ、もうあんたって人はいつまで経っても変わらないわね。もっとしっかりしなさいよ。はっ、待ちくたびれたぜアリン。ファング、助けに来たわよ。まったく、いつも面倒を起こしてくれちゃって。アリン遅いんだよ。しもべなら主の危機にいち早く駆けつけろ。誰があんたのしもべよ。前にも言ったけど、フェンサーと妖精は対等なの。絶対に覚えておいて。でも確かに少し遅かったみたい。まさかゴキブリ相手に会話をしてるなんて。ごめん、ごめんね、ファング。私がもう少し早く来られてたら手遅れの状態にはなってなかったかも。やめろやめろ、そう深刻になるな。あれはちょっとした気の迷いだ。暇すぎてふざけてただけなんだから。本当に、なんだか随分と楽しそうだったけど。忘れろ、今すぐ忘れろ、一生忘れろ。俺もそう、完全に黒歴史だ。それならいいんだけど。とにかくここから出せ、一刻も早く抜け出すぞ。へえ。なんだ、何かおかしいこと言ったか。なんか意外だなって。どうせファングのことだから、牢屋は三度の飯が出て快適だとか、好きなだけ寝られて最高とか言うと思ったのに。
最初はな。最初俺だってそう思ったさ。でもな、全然ちげえから。ここはそんな生優しいところじゃねえんだよ。強制労働とかいうふざけたもんをやらせやがるんだ。ああ、なるほどね。きつい肉体労働とか。違う、そんなまともなもんじゃねえ。ここの強制労働はな、天井から落ちる水滴を半日数えさせられたり、おにぎりを渡されて米粒が何個あるか調べさせられたり、砂場の砂粒を数えさせられたり、全く意味のない生産性ゼロのことを延々とやらせるんだよ。うわ、もう嫌だ。完全に嫌がらせに決まってるだね。それはゴキブリとも話し出すわけだ。俺の苦労を分かってくれたか。ならほら、さっさとここから出してくれ。俺の心が完全に壊れちまう前に。なんだよ、急にうすら笑いして気味悪いな。今ならファン、私の言うこと何でも聞く感じだよね。こいつ悪い顔をしていやがる。ほらほら、冗談はそこまでにして早く鍵を開けろって。あれれ、そんな言い方で大丈夫なの？待て待て待て、お前 S キャラってわけでもないだろ。無理するのは良くないぞ。いつもの素直で優しいアリンでいい。ありのまま、ありのままが一番だな。開けろください、開けてください。いい機会だから約束もしてもらっちゃおうかな。これからは私のことをちゃんとパートナーって認めること。はい、復唱して。なんだそれ。私とファングの間には切っても切れない濃い絆があるんだから、それも認めて私をきちんと尊重すること。わかった？ああはいはい、わかったわかった、約束するよ。約束するじゃなくて、ちゃんと口に出して。めんどくせえ。一生ここで砂粒を数えてたい。アリンをパートナーと認め尊重します。イヒヒ、約束だからな。今度はそっちが約束を守る番だ。ほら、さっさとここを開けろ。はい、ちょっと待っててね。ようやくこの狭い廊下のおさらばだぜ。じゃあな、同居人のゴキブリ君たちよ。できればもう会いたくはないが、これからも元気で過ごしてくれ。いやー、出れた出れた。ふふん、助けに来てあげた私に感謝してよね。ああ、そういえばそうだったな。いったー、なんで私の頭を叩いたの？生意気なしもべにお仕置きしただけだ。またしもべって言った。私を尊重するって約束したのに。何が約束だ。あんな不利な状況での交渉はただの脅迫だ。守る価値なんてない。それはそうかもしれないけどさ、私だって頑張ったんだよ。ファングが食い逃げしたラーメン屋さんにはお金を持って謝りに行ったしさ、ここに来るのだってたくさんの監視を魔法で眠らせたし、自分が捕まるかもしれないのにだよ。分かった分かった、とにかく助けに来てくれたことは感謝する。ありがとうよ。なんか気持ちこもってないけど、話進まないし、いいことにしておくわ。んで、出口はどっちだ？もちろん脱出ルートも確保済みなんだろ。えへへ、
余計なおしゃべりしてたから眠らせる魔法は解けちゃったかも。つまり監視はみんな元気いっぱいで、俺たちを見つけたら血眼で襲ってくると。てへ、なーにがてへじゃい。お前責任持ってもう一度監視たちを眠らせてこいよ。無理だよ、そこまでの元気残ってない。くそ、こうなったら仕方ねえ。邪魔する奴はぶちのめしてくか。なんとか脱出できたな。やっぱりシャバの空気は最高だぜ。あ、アーリン遅いぞ。もたもたしてると置いてっからな。よいしょよいしょ。ねえ、ファングも手伝ってよ。あ、それってもしかして。そう、監視に取り上げられてたフューリー、ちゃんと回収しといたんだから。おお、よくやったよくやった。ほら、いっぱい褒めてやる。よし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 、角砂糖も食べるか。バカなこと言ってないで、あんたも運びなさいよ。こんなか弱い女の子に運ばせて心が痛まないの。アリ、お前はか弱くなんてない。たくましくて頼りになる、俺の最高の相棒だ。こういう時だけ調子いいこと言うな。分かった分かった。んで、どうすんだこれから。一度ゼルウィンズに戻ろうよ、みんなも待ってるからさ。それがいいか。さすがにゼルウィンズまでは監視たちも追っては来ないだろうし、それにゼルウィンズの仲間たちもリーダーの俺様が不在でずっと心細い思いをしてるだろうしな。早くあいつらに元気な顔を見せてやって安心させてやるか。別に心細くなってないよ、みんな好き勝手に過ごしてるし。そんなわけないだろう。大事な大事なリーダーが不在だったのに。全まったく1ミリも。ティアラもキュイもハーラーもバハスもガルドもマリサもシャルマン様もリュシンも KR 鉄道より通常運転よ。ああ、でも分かったぜ。うんうん、そういうことか。そうだよな。みんな本当は不安でどうしようもないけど必死に隠してるんだろう。いつもと同じ日常を送ることで他の仲間を動揺させないようにさ。それしか考えられん。でもそれなら私が助けに行くって言った時みんなもついてきてくれるはずじゃない。ああ、確かにここにはお前しか来なかったな。ちなみにだが、お前が助けに行くって言った時他の奴らの反応はどんなものだった。いってらいってら。うん、それだけ。それだけ。本当に？本当に。ガチで？ガチのマジで。ガチのマジか。みんな、いってらーって一言だけ。ゴキブリ君たちのところに帰る。せっかく出てきたのに？うるさいうるさいうるさい！もうあんな白状者どものことなんて知らねえ！俺は真の仲間のもとに帰るんだ。待っててね、ゴキブリ君たち。ダメだって。ちょっと待ってよファング。離せこんちくちゃ。あー、もう落ち着いてってば。ほら、みんなの反応だってさ、ファングのことを信頼してるから逆に少しも心配してないって感じかもだし。言ってらーっていうのも、ファングなら仲間の力がなくても余裕で脱出できるって分かってるからでしょ。おお、だな。現にこうして俺は一人の力で牢から脱出してるわけだし、それだけ信用されてるってことか。私の存在忘れてる？細かいことはいい。ほら、ゼルウィンズに帰るぞ。帰ったらパーティーだからな。
リーダーの帰還を祝って盛大にやってくれ。ほんと単調。